こちらにはですね、まあ、これまでゴールドに塗ったパーツがもう3つプレートがあるんですけれども、それぞれですね、墨入れをしていこうと思います。先に墨入れですね。で今回の墨入れはね、もうさっさっさと終わらせてしまいます。拭き取りしなくてもいいぐらいにうっすらとね行っていこうと思います。で墨入れはね、この瓶から直に取るよりももう一回こっちに移してやってですね、ここから筆で塗った方がいいですよ。中に沈んじゃうんでね、色の濃さが変わってしまうというのもあるので、ちょっとずつ浅い皿の上で、塗料を取ってで塗っていくとのがいいでしょう。持ち手はそのくっつけたまんまでやっていくと、こんな程度ですね。こんな程度はい、これでですね、全部のパーツがある程度塗装まで終わりましたので、墨入れもやったんですよね。ということで組み立てをね開始していきたいと思います。はい、ではね、パーツをね全て、取り外していったんですけれども、まあ、これ写真、あえて写真なんで仕方ないかもしれないですけどね、まあ、私が塗った金色と、まあインストのね、フェネックスの金色は、まあ、これぐらいの差がありますよということでね、ちょっと光って分かりにくいかな、まあ、これぐらいの差がありますね。うちの方がねちょっと黄土色っぽい、いや違う、黄土色ってこっちの方かな、ゴールドっていう風に言われるとうちのもゴールドだし、こっちもゴールドといえばゴールドやけど、黄色みを帯びたゴールドですよね。うん、まあそんな感じで、まあちょっと全体組んでみなきゃね、その差っていうのは分かんないですけどもね、ではね、やっていきましょう。結構大変、パーツの場所が分かりにくいね。ちょっとね、こっちの色とこっちの色のこの最古な輝きが若干違うね。ということでちょっとやってみたいことがあるんでやってみましょう。ちょっと見えるところもはっきり分かるんで、ちょっとテストね。なんだこれ、乾いちゃったよね。あんまり差が分からなくなったからいいかな。よくないよ。こっちもちょっともう少し塗ってやろう。外してやろう。つけた後なんで、ここだけ塗ったところかなりピカピカ光りますね。テカってくれる。ちょっと触ってしまうと他のところに黄色にこう色が映らないように気をつけなきゃいけない。
ここはですね、あのサイコフレームのブルーなんですけれども、一部ブルーで黄色なんですよね。ここちょっと黄色に塗るのをちょっと後回しにしておきます。はい、バックパックですね。はい、バックパックなんですが、まあだいたいこんな感じで、バーニアはね、ちょっと中の方をあのメタルレッドを少しシュシュッと拭いてあります。外側ね、外側の方はブラックそのまんまですね。サフのブラックで、まあ艶消しは拭いてますけれども、そんな感じの色です。綺麗に仕上がりましたね。うん、人間の魂のようなものでコントロールされてるんでしょうけど、うん、ね、はい、でバクバク出来上がりかな。じゃあこれまでの胴体とこのバックパックを合体させましょう。合体、うわ嫌な音。はい、まあナラティブの感じがするしてきた。だんだん、ナラティブの目の部分を塗っていきましょう。はい、はい、いや、まあなんとかこれぐらいまでいければいいかなと思いますので、怖い感じがするな。うん、ヘッドの羽っていうかアンテナですね。これでフェネックスの顔ですね。フェネックスの顔、ユニコーンとはちょっと違うのかなっていうぐらいの雰囲気がもう全然、やっぱね金色だから違いますね。首ゆる、なんでこんなにも綺麗なゆるさが再現されてるんだ。はい、腕がね出来上がったんですが、そうだな、ハンドパーツも作っておきましょうか、ね、でつけた腕がもうすでにこっちはつけちゃってるんだけど、つかないように気をつけて。はい、パシッと。はい、じゃあこちらの腕もですね取り付けましょう。はい、上半身ができたかな。お腹はまだ入ってないけどね。より残し対策としてバッチリ力を発揮してくれる素晴らしいガンダムマーカーですね。はい、ではね、恒例の合体シーンなんですけど、足2本も完成しまして取り付けちゃいたいと思います。はい、で下半身出来上がりですね。詰まっちゃった。ではね、合体させましょう。さあ、フェネックス A パーツ B パーツ、ミュ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 合体。
黒っぽいな、ちょっと黒っぽいかな、この金色。まあ、あのスケールモノ関係の金色でね、出てる AK のね、あのゴールチタンゴールドだったかな、まあバーンゴールド、まあゴールドなんですよ、 AK のゴールドなんで、若干ちょっとねスケールモノに寄ってる金色です。まあでも私としては気に入ってるんですけどね、まあまあね。食材落としちゃったんですよね。はい、 P0 です。ナラティブバージョンのフェネックスですね、の完成となります。わーってね、このフェネックスのね、あの、まあ早速、まあ、完成したということでね、簡単にね説明していきたいと思いますが、はい、ですね、まずあのこのゴールドなんですけれども、まあこちらで見ていただくと、まあ、全然違うでしょう、まあ、違いますよね、当然なんですけども、ね、インストの金色とね、私が塗った金色ね、いろいろ、まあこれはね賛否分かれると思うんですけれども、金色はねもう各社ね、塗料メーカーはねいろいろ出されてましてね、まあ、その塗料の種類でね、まあ、全然うちの金はこの金色ですと、いやいやうちのこのバージョン何々の金はこういう色ですと、まあいろいろあるわけですよ。これなんかはまあタミヤのね、チタンゴールドなんていうのもあるんですけれども、これはエナメル系ですよね。で今回ねこれで全部金色塗ってやろうかなと思ったんですよね。ガンダムゴールド、そもそもが、ガンダムマーカーエアブラシシステムで全塗装しようかなと考えていたんですけれども、無謀でした。この金色ね、あの金色というかこの面積非常に多かった。背中のこのバインダーの部分ですね、アームドアーマーアームじゃないわ、ディフェンド、まあなんかこのシールドのお化けみたいなやつね、大きかったんですよ、ということで塗れなかった塗料が途中で切れて、エアカンも切れたし、塗料も途中で切れたっていうね、もう非常にあの厳しい状況に陥ったんですよね。で、その次に選んだのが、もう仕方ないから落下系で塗ろうかなと思って、ね、選んだのがこのスターブライトゴールドですね。もうほぼ空っぽなんですよ。もう中にビー玉入れてるんですけど、ビー玉からんから言うて、はい。で、やばい、これも切れちゃったということで、さらに上掛けしたのがこれ。これはまだまだたくさんあるんだけどね、あるね、あるって言っても、これは本当はこれには使いたくなかったんだけど、AK インタラクティブのパールブライトメタル、なんで、まあゴールドなんですよ、ゴールドね、これが最終的な色になってます。はい、っていうので、ゴールドの部分はもうこれ、あの AK のこれを使いました。で、もう一つですね、問題、と思われるかもしれないですけど、このサイコフレームの色なんですけども、サイコフレームはこれを使いました。ガンダムメタブルーですね、これをエアブラシシステムで先に塗ってたんですよね。で、エア管が切れた原因でもあるけど。で、足の方のここの部分ですね、この足のこの部分はこちらを使いました。メタバイオレットですが、こんな色をしています。はい、まあね、これとこれが同じ色だとちょっと困るからね、ブルーの深いブルーのメタリックがちょっとなかったので、バイオレットを使っています。その他このバイオレットを使ったのは、このちょっと見にくいけれども、バックパックの部分にも同じくこのバイオレットを使っています。見えないね、ほとんど。はい、これでちょっと見えるかな、バイオレットをここに使ってるんですね。まあ、あとグレーの部分はですね、フレームの部分はこの焼き鉄色ですね、バントアイアン、はい、そして、ライフル
の方はですね、こちら、メカグレーを使ってこのライフルを塗っています。まあそれぐらいの色分けでしかないんですけど、あ、他にもあるわ。このバインダーの裏側のグレーの部分なんですけれども、バインダーって言えばいいのかな、まあ、このグレーはね、これは筆でダークシーグレーを使って塗りました。タミヤエナメルのダークシーグレー、筆塗りで、塗り分けをしておりますというぐらいで塗ってますので、まあ塗りに関してはね、本当はそんなに時間かかってないです。2日もあれば多分全部の塗装は終われると思います。それよりも何よりも大変だったのが各パーツのゲート処理と表面処理、これに時間がかかりました。で、色の塗りは、まあ、今言った塗り方で塗ったんですけれども、最終的には、ガイアのフラットクリアで、最終のコーティングを行っています。まあ、もちろんね、墨入れもやったんですけれどもね、はい、ということですね。で、最後の組み立て、組み上げには実は接着剤で留めたところが多数ございました。はい、ということでね、ちょっと接着剤がこう垂れちゃったところもあってね、修正を入れたんですけども、ここのところですね、まあ、なかなかうまいこといかなかったなっていうふうな、もう運みたいなもんですね。接着剤使っててちょっとこう垂れちゃったところもね、ここにあるんですよね。言わなきゃ分かんないぐらいなんですけれども、はい、まあそんなところです。で、まあね、もうかなりもうこのユニコーンのね、形をね、もう何回も作って作り続けてきてますよね。この10年近くじゃないですか、これ、このキットということで、そろそろね、もうユニコーンガンダムからね、もう違うものを出してほしいなというふうな気もしなくともないなはい、背中もですね、このスタビライザーと、そしてこのでっかい三角形のシールドのお化けですね。これはね、やっぱポロポロ落ちます。仕方がない。このスタビライザー、指の尻尾、クジャクの尻尾みたいなやつね、まあ、こんな感じということで、ちょっとだけ下を向けてみようか。はい。でね、あとはまあ膝の裏の関節のところ、ここはね、白いパイプということで、ガンダムワーカーホワイトを使ってね、筆じゃない、ごめんなさい、ニューホワイトか、これも直接マーカーでこうやって塗っています。はい、非常にね、やっぱガンダムワーカーはね、使いやすいですね。こういう意味ではね、後から全部塗装があって、あ、ここ忘れてたっていう風なんでも、さっきのね、塗り忘れてたなっていうの、もうこれで多分塗り切れるんじゃないかなと思って、ちょっと今からやってみましょうかね。こんな感じで塗れますね。あ、まあ、かなりお手軽に塗り切れます。ほら、もう終わっちゃいましたね。ちょっとゴールドの下地のこのブラックがね、強く出てて、もう何やら分かりにくいんですけど、まあ、こういう塗り分けが簡単にできるっていうのは、やっぱ一つ利点ではありますね。はい、ということでね、両方ともね、メカグレーでね、塗り分けの部分をね、塗っておきました。まあもしかしたらこれもそうかな、ここもそうかもしれない。ね、もうこれね、パラパラ落ちるんで、接着剤使ってくっつけちゃったんで、もうちょっと取りにくいっちゃ取りにくいんで、もうこのまま進めておきましょうこのままです。はい、最高フレームはね、透明ではありません。うちの場合はね、もう透明にするとちょっと暗っぽく見えるっていうのと、その色の差がはっきりと見えないとかね、ここは透明だと暗いんですよね。真っ黒に見えちゃうから、もうどうせだとこういう感じで光にかざすと、もう反射して青く見える方がかっこいいんじゃないかなと、ね、そんな風に考えて、塗ってみました。はい、まあ、いろいろねあると思うんですけど、透明にしてもいいと思いますし、さらにその上からクリアのね、なんかオレンジを塗って、なんか光ってる風にしてみるとかね、そういう風なやり方もあるんじゃないかなとも思いますしね。まあ、そこはね、いろいろね、工夫して塗ってみるといいんじゃないかなと思います。ただね、フェネックスですが、あ、そういうことも一つだけちょっと
ですね、バニアのところは全部ですね、中身をねメタレッドを使っています。ランダムマーカーのメタレッドを使って中を赤く塗っておきました。こちらもねエアブラシシステムを使って塗ったものとなっています。バニア系すべてねそういう風に統一しておきました。この、足の脇のところはちょっと赤くなっているんですけれどもね。はい。ということでね、まあいろいろ写真も撮っておきましたので、まあポーズはあまりつけてないですが、写真いくつかね、同時に、動画の中にね掲載しておきますので、よろしかったらご覧になってください。ということで、ナラティブバージョンガンダムユニコーン3号機フェネックス、ね、の完成レビューとなります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ほら、スタビライザーペロ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 落ちるんですよね。バンダイスタンドよりもこっちの方がね、使い勝手がいいんだ。よし。お、かっちょいい。かっちょいいぜ。3号機なかなか金色、こんな金色ですけれどもね、比較するとこっち全然黄色いしね、うちのなんか黒いよねまあいいや。ということでね、本日の動画はここまでといたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 P0 でした。Next level.